イタリア一部ラツヨに所属の MF 鎌田大地は、現地時間5月19日のセリエアー第37節インテル戦にスタメン出場すると先制の左足ミドルを決めた。最後は1対1で引き分けた試合にイタリアメディアは絶賛の点数を与えている。ゴールトゥドール監督の就任後、チームの中心選手となった鎌田。 すでに優勝を決めた位イ,インテル戦でも先発出場すると前半32分、味方とのパス交換で中央エリア手前まで侵入。一歩持ち出し左足を振り抜くと、コースをついたミドル弾がネットに突き刺さった。か田は昨年9月2日のリーグ第3節ナポリ戦、2から1、以来、今季2ゴール目。この1点で先制したラツヨだったが、 カマタが交代で退いた後の後半42分にインテル DF デンゼルダンフリースに同点ゴールを許し1対1の痛み分けに終わった。イタリアのサッカー専門メディア、カルチョメルカートコムはカマタを7.5点と採点し、カステリアノスへの良い縦パスでシュートを導いた。そして20メートルの位置から左足の低いシュートでゾマーを打ち破り、 ゴールの隅へと決めた、と絶賛した。また、イタリアのサッカー専門サイト、ツットメルカートウェブコム、ではカマタを、7点、として、この日本人プレイヤーはバイタルエリアの巨人であり、前線の司令塔としてだけではなくフィニッシャーとしても機能する。実際にスコアを1対0としたのは彼の左足だった、と称賛していた。 3月まではマウリツィサッピ監督の下で礼遇されて良さを全く出さなかった鎌田だが、監督交代後はチームの中核として機能している。25日のサッス王路戦で今季のセリエアは終了するが、イタリアでの1シーズン目は良い印象を与えて終わることになりそうだ。